はいどうもこんにちは、もチャンネルです。さあ今回ね、はいこちらちょっと行きたいと思います。はい、もう最近ねしょっちゅう置いてたもの出してくるんですけども、今回もまたまたねそのシリーズになりますが、今回はちょっとねこちら見ていきましょう。ていうかね、これはですね、買ってどこにしまったか忘れてた分なんですよね。だから早めに見たかってちょっとね、あーやっと見つかったっていう感じなんですが、さあ今回ははいこちらになります。ちょっとジオコレっぽい感じですかね。はい、今回はトミカリミテッドヴィンテージの LV68 の C ですね。スバルサンバーポンプ消防車フィギュア付き、こちらねちょっと楽しんでいこうかなと思います。はい、ちょっとね、まあ小型のねサンバーのポンプ消防車に、あとねこれ消防士さんとか、あとホースとかバケツですか、なんでしょうこれね。あ、こっち上がバケツかで、これちょっと下わかんないんですけど、ちょっとしたねこうフィギュアとか小物がねついてまして、なかなかねまあ楽しめるねものじゃないかなと思いますんで、ではちょっとね楽しんでいきましょう。まずね、もうパッケージ結構デザイン的にインパクトあります。これの名称わかんないんですけど、なんか昔のねこう消防とかこういうやつ持ってこうなんかね上下に振ってちょっと火消しに回ったっていうなんかイメージがあるんですけどね、そんな感じのイラストが描かれております。でね、箱ちょっとこうねフィギュアとかついてるんで大きめのねものになってまして、で窓になってるんで車両とかはもう確認できますね。ね、可愛いポンプ消防車で、側面のデザインですが、はいこんな感じですね。まあこちらねちょっと全部設置した感じですかね。車両にこうホースとかも載せれるんですね。おお、やってみたい。で他の面ですが、あこっちは正面からですね。でこちらは側面で、あこっちも正面で、箱の背面ですが、まあ簡単なこうセット内容このように名称書いてあります。消防車に消防団長ですね、これ、ね、消防団長でホース台と、あこれがホースショーなんですね、ちょっと分からなかったですね。でバケツとなってますね。よし、じゃあ楽しみましょうか。でちなみにこれ購入価格ね3600円で購入しておりましたが、今ねヨドバシさんのサイト見たらね3110円で売ってるんで、今買った方が僕にしては得でした。はいじゃあちょっと上げていきましょう。気になる方はヨドバシさんとか、まあ、Amazon とかちょっと見てないんですけども、そういったところちょっと値段のチェックしてぜひぜひ手にしてみてくださいね。さあでは、まあ、3000円超えの車両ですけども、まあ、リミテッドヴィンテージなので作りはいいと思いますが、では楽しんでまいりましょう。はいはい、こんな感じで入ってるのね。ではでは行きたいと思います。お、なんか素敵っぽいですよ。じゃあ出していきましょうか。さあさあそれでは参りましょう。じゃあまず、ね、消防団長のフィギュアから参りましょうかね。はい、こんな感じのね消防団長です。なんかもうこの姿があれですね、こうホースを構えてるようなそんな感じのねポーズになってるんじゃないかなと思いますね。ヘルメットとかあと服ですかね、このような青いね服ね着ておりまして、まあ、これつなぎなんですかね、どうでしょうかね。まあこのような形で結構しっかりとできてますね。本当言ったらジオコレにねかなりクオリティ的に近い感じのフィギュアになってます。まずこちら消防団長ですね。立つかな、ちゃんと。まあ大丈夫でしょう。はい、いけますね。で、続いてが、じゃあここのバケツ参りましょう。これなんかどっかで見たことあるようなバケツですけども、まあ多分ジオコレとかでも出てきたんですかね。こんな感じの銀色のバケツになってますね。はい、こんな感じで、シルバー一色ですね。こんな感じになってます。こちら、ね、バケツと、おっとっとね。で、続いて、ホースショーになりますかね。はい、こちらですが、見えるかなと。はい、こんな感じのね、ホースになっておりまして、まあ、ショーということなんですが、まあ、小さいというか、ちょっとこう巻かれてるような感じですかね。白い、まあ、言ったら畳んだらこう、平らになるホースっていうんですかね。ね、それがちょっと、まあ、3本ですかね、これ。3つ、こんな感じで見えますが、このようにね、ホースショーとなっております。これは一応、設置的には、こうでいいかな。多分ね、こうだと思います。よし。で、続いて、ホース台ですね。はい、こちら、よいしょ。これは手でいけるか。はい、こんな感じのねホース台です。ちょっとね素材的にはこう柔らかめなんで、本当のホースみたいな感じのね感触なんですけども、さあさあさあどうでしょうか。このようになっておりまして、なんかちょっと間違えたらこっからちょっと避けてきそうな感じなんで、取り扱いはね気をつけたいですが、はい、このようなホース台になっております。こんな感じですね。いいですね、いいですね。でこんな感じで、まあとりあえずね小物が終わりまして、でまあメインのね消防車ですけど、なんかちょっと後ろに見えるんですけど、あこれはただただ保護されてるだけかなですね。保護シートですね。なんか別パーツでも入ってるのかなとちょっと思っちゃったんですけど、
はい、こちらです。はい、やってまいりました。はい、スバルサンバのねポンプ消防車、よしよし、じゃあちょっとね楽しんでいきましょう。あのねサンバが64分の1になるとね、サイズ感が本当にちっちゃくて下手したらね、なんかあのポケットトミカとかね、それぐらいの大きさになっちゃうんですけど、まずね、はい、全体ねくるりとこんな感じです。もうかなりねコンパクトな消防車になってますね。まあ、ただただもう本当ね、あの作りはとてもやっぱ良くてですね、はい、まずですね正面、はい、このようになっておりまして、ヘッドレターはもちろんこうクリアパーツですね、クリアパーツで、あとはエンブレムとかロゴとかですかね、この辺ちょっとね反射してちょっと眩しくて見えにくいんで、後ほど大きくして確認したいと思いますが、この辺りもきちんと入ってるんじゃないかなと思います。でバンパーは白塗りで、ナンバーも白ですね。でポンプ消防車なので、こちらね、まあ、赤のねソリッドカラーになってます。でこんな感じになってます。でルーフの部分には赤のね丸型のねクリアパーツで、回転と赤色とですね、こんな感じで付けられてます。可愛いですね。でその後ろのところにはこのような、まあ、これなんていう名称かわかんないですけど、黄色いものがこんな感じで付けられてますね。特に文字とかは入ってません。でそのまま側面いきましょう。はい、横から見てみるとこんな感じになってますね。この辺りのこのデザインとかもね、非常にあの可愛くて細かくねできてましてね、赤一色じゃないっていうのがまた素敵ですね。よく見たらこう金色ですね、金色が入ってますね。すごいですね、なんか豪華な感じがしますね。でホイールタイヤもかなりね小さいですけども、こんな感じでしっかりとね再現されております。サスペンション的なものはなさげですね。でちょっとね荷台のところ行きますが、はいね、こちらなんかいろいろと積まれてます。細かいねもうパーツというか、こう道具の名称ですね、そういったところはわからないんですけども、こんな感じのね荷台になってまして、なんか機械感というか、これはあれですかね、あの水を吸い出すポンプですかね、これね、なんかホースをさせそうな気がするんで、あ、だからポンプ消防車ですもんね。だから多分ポンプだと思うんですけど、このようなね機材が積まれていると。で後ろのここの部分は人が乗るんですかね、踏み台のようなものがあったとか、あ、踏み台じゃないか、これ座るとこですかね、なんか背もたれみたいになってるんで、ひょっとするとここ腰掛けるとこかもしれませんけどね、こんな感じの作りになってます。でここは荷物乗せるか立って作業するかどちらかだと思うんですけど、このようなちょっと柵付きのね形になってますね。こんな感じです。でこの右のところには、長いホースですね、大きいホース、それをねちょっと引っ掛けれるようなね形のものがね、こんな感じでついてますね。だからねボディ結構小さいんですけど、なんかいろんなものがしっかりとこう凝縮されてて、なかなかかっこいいですね。で後ろテール周りですが、こんな感じ、ナンバーとバンパーは白色です。でちょっとここねなんか文字書いてありますね、これ何でしょう、後ほど大きくして確認したいと思います。いいですね、後ろもバッチリです。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこんな感じになっておりまして、で上から見てみるとこうなってて、そこの部分はと、はい、こんな感じです。でこちらね特にまあギミックね、サスペンションとかないですね、手転がしがねできる形になってます。でそれ以外に小物がありますので、ではちょっと設置していきたいと思いますが、まずねこのホース台ですね、これはね、まあ、パッケージの写真を参考にするとおそらくここにこう引っ掛けるのかな、この部分にね、よいしょ、こんな感じで引っ掛けれるねものになってますね。こんな感じになっております。いやなかなかすごいですよね、もうほんと大きさがね結構車両に近いねこう大きさ輪になってるんで、なかなかインパクトありますね、このホースつけるとね、うん、素晴らしい、なかなか面白いね、素敵な感じです。であと小物関係ですが、これねホースショーですけども、これは多分ね荷台にね乗るんかな、この感じでね乗せれるんですよね、ね、乗せるとこが合ってるか分かんないですけどね、こうして乗せれて、でバケツもちょっとこの辺に乗せれると。で団長っす、団長ね、まあ、団長ねもうこんな感じで構えてるんで、ちょっとねこのポーズのホースがちょっとないんでね、さすがにこれを割いて使うわけにはいかないんであれなんですけど、まあなんかちょっと今火消すぞっていうオーラを感じさせられるね、こんな感じの素敵なフィギュアになってますね。座るポーズとかだったらね、ちょっとここら辺にね座らせてね楽しめたかなとは思うんですけど、ちょっとねそれは難しいんで、まあこんな感じで立ち乗りにしておきましょう。でもちょっと競技悪いから下ろしとこうか、はいまあこんな感じでございましたね。
まあ、ということで今回はですね、トミカリミテッドヴィンテージの LV68 スバル3番ポンプ消防車フィギュア付きですね。こちらをちょっと見ていきましょうか。最下位だったでしょうか。ちょっと見にくいな。こうしとこう。まあこんな感じで本当にね、はい、ちょっと近づきましょうか。非常にあのクオリティの高い、そして言ってもサンバーでちょっとなんかこう可愛いね消防車になっておりますので、今ならね、僕ヨドバシさんしか確認しておりませんが、まあ3000円ちょっとで購入することができますので、気になった方はぜひちょっとねチェックして手に取ってみてください。まあということで、はい、今回ねこの辺りしてくれると思います。おもチャンネルのタルでした。皆様の、ね、チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもありますので、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。